なんかコッ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 って落としてんの。すっごい狭い部屋なんだけど、おそらく洗濯機置いてんの玄関に。洗濯機なんて置ける場所ないのに、その水がふわーって出てきて水浸しになってんの。マジかと思って、仕方ねえなと思って、俺はその水をこうまたいで入ってったら、下から台湾人がダダ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 って上がってきて、その黒人と英語でうわーってバックしたと言ってやってんのよ、はい。おそらくだよ、まあ、ウォーターとかフロアとか言ってるから、漏れてるからもう降りてこい、はい、で多分黒人の男が、黒人の人が台湾人に怒鳴りつけられたのよ、はい。したらその黒人の人がもう動揺しちゃって、オーマイガーオーマイガーって言うの、オーマイガーはーどうしようって言ったのうわ急に日本語になったと思ってびっくりして、してその黒人さんも自分がとっさの時に日本語出たことにびっくりしたんだろうね。で慌ててフォローみたいにね、フォローしたの。ああオーマイガー、あーどうしよう、そういや最近夢も日本語で見るわって言ってた、ね、言ってる。あこれ本物だなっていう話、っていう純の鉄板の話鉄板の話ですねこれね、まあ、そんな話で、なるほどね、人となり分かっていただけたと思いますんで、ありがとうございました。さあそれでは続いてのコーナー参りましょう。続いてのコーナー、クイズイケメンアクト。さあどういったコーナーでしょうか。はい、こちらのコーナーはクイズ形式でいろいろなシチュエーションに合わせて、はい、イケメンの礼儀作法を、学んでいくというコーナーでございます。なるほど、今回のテーマは、はい、イケメンな食事の終え方です、うん。あなたはおしゃれなレストランで彼女と食事をしに来ました。ほうほう、食事を終え、はい、また君と食事がしたいねという、うん、かっこいいセリフを言い、うん、目の前にあるナプキンをどうにかして、うん、席を立ってください、はい、ということです。なるほどね、素敵な女性と食事に行って、はい、ナプキンを使うようなおしゃれなレストラン、ね、おしゃれなレストランで君とまた来たいなっていう時に、最後立ち去る時どうするか、はい、なるほど。女性役私やりますので、はい、ヨーヨーとか結構なんかさ、はい、大人の女性とかと遊んだことありそうな雰囲気があるから、こういう大人のお店行ってそうですよ。いやいや行ってないです、全然わかんないです。本当にお二人ともね、やっぱりデートとかもされてるでしょうし、りょうくんはさ、なんか可愛い感じだから、逆に大人のお姉さんが連れてってくれてそうだしね。いや全然そんなことないです。モテるだろう。全然モテないですよ。お前らいい加減にしろよお前らいつもそういうの。絶対本当に、ね、本当にいいですよ。遊ぶ時はもう男友達ばっかりですね。僕も同じです完全に。嘘だよお前。じゃあ逆にどうなんですか。モテるなんかあれ出てそうだね、サムライソルジャー出てそう、顔も雰囲気も。サムライソルジャーって渋谷の漫画があるんだけど、はい、出ててそうだなと思って、ごめんやろうさあ準備整いました、はい、行きましょうか。じゃあ参りましょう。ゆうやの場合、はい、女性とレストランで食事を終えて、まず座ってな。はい座るとこから。はい、じゃあナスキンどうか。じゃあ食事してるとこからやって、はい、食事してて、でこれは純子ちゃん。はい、純子ちゃん、うん、はい、もう純子ちゃんも、食事を終えた、2人とも食事を終えました、はいはい、それでじゃあまた楽しかったね、美味しかったね、じゃあまた来ようかって言って、はい、じゃあ行こうって言って立ち去るまでです、はい、もうそこの最後の部分だけで大丈夫。はい、はい、ゆうやの場合、用意スタート。あー今日楽しかったな、めっちゃうまくなかった、美味しかった。ここまた今度来ような、へえ、いいの、うん、じゃあ今日もう帰ろうか、行こうか。うん、ありがとう。終了。はい、あら全然女性を連れて行かないで一人で帰っちゃいましたよ。それまでですか。そうですよ、全部デートです。ああ、イケメンアクターそこも見てます。あ、はい、カメラが回ってないとこも ね、 ね、そうですよ、もうやっぱ役者だから回ってるとこしかやらないいやまあまあついてってますよ、うん、多分女性、ね、イケメンさん、ね、寮の場合、はい、はいお願いします。はい、りょうくんの場合、用意スタート。美味しかったねまた来週も来ようか。来週も、うん、来週も、え、だってまたすぐ来たいじゃん。大丈夫、こんな高いお店来週大丈夫大丈夫。じゃあ行こうか。おーおー、終了。りょうはね、一番手の失敗をすぐ自分のプラスに変えれる。いや本当にあれ成功ですね。ありがたかった、ありがたかった本当に。なるほどね。はい。まあやってみるか。はい、やります。うちの王子見とけよ。やってない。
AKB。 はい、すごいね。いきます。はい、どうぞ。いや、美味しかったね。美味しかったわ。しかも今日楽しかったね、うん、観覧車乗ってさ、うん、景色綺麗だったね。また来ようね。来たい来たい。あ、今日さ、何、記念日じゃん。だからさ、まあお家に帰ったらまあ渡すんだけど、まあ楽しみにしてて。じゃあ行こう。なんだよ。ほら何やってんだよ。ハンバーグのソースついてるよ。ハンバーグ出す店だったの。終了。マオはね、はい、このコーナーをねやりすぎてちょっとこなれてきてる。こなれてないんですね。こなれてるな、こいつは。こなれてないんです。腹が立つ。ああ、腹が立つ。立ちました。やめてください。さあ、三者三様やっていただきました。ほら、マオかわいい、マオかわいい、初々、うん、しさがないって書かれてます。こなれてきたな、マオ。21で初々しさなくなったらどうすんの、あんた。ジェンさん、でも実は今みんな素敵なデートしてくれましたけど。そうなんですよ。ポイントがあったんでしょう。ポイントございました。今回はですね、ナプキンを使ったということで、はい、やはりナプキンがどうだったのかが、ポイントとなってます。今回はですね、席を立つときナプキンをどうしたかということがポイントになってまいります。きれいに畳んでしまうと食事が美味しくなかったというサインになってしまいます。なのでナプキンは畳まずにテーブルの上に置くのがマナーです。ただし、くしゃくしゃに置くのが耐えられないという人はわざと崩して畳むというのもありということで、今回のポイントはナプキンを畳まずに席を立ったかでございました。ということは合格者は、ということで合格者はお二人いましたよね。はい、真央くんとゆうや、ゆうやくん、お二人合格でございました。ゆうや知ってたな、お前。え、知ってたね。いやいやいや、これは実践で知ったわけじゃないですよ、もちろん。なんか前にテレビでなんかそんなものがやってたなと思って、うん、なるほどなるほど。いや、だってナプキンアピールしてドンと置いたもん。ちゃんとぐちゃぐちゃですよってやりました、はい、いや、でも俺もこれ知らなかったですね。ナプキン使うようなとこそうそういかないですけど、俺もむしろ畳んじゃう方。あ、純が綺麗好きだからすごい畳む。僕も綺麗好きなんで、そう、畳みたい、すごい。そうだよね、はい、でもそれがマナー違反だったら知らなかった。はい、そうですね。そうらしいんですよ。ねえ、これはびっくりしました、はい、さあ、というわけで今のね、また、自分の人生に生かしてどんどんイケメンになっていただきたいと思いますけどもね、はいはい、さあ、というわけで以上イケメンアットでございました。ありがとうございました。さあ、そんなイケメンの皆さんなんですが、プレミアム放送がございます。はい、りょうくんとゆうやくんはこの後7時55分からプレミアム放送があるということで、はい、僕は8時15分に参加するということなので、うん、ぜひ、チェックしてみてください。お願いします。はい、さあ、でも普通にやってもね、小沢さん、大和王様。あー、あー、気持ち悪い。始まった。はい、どうしました。あれ、どうしたんですか。小沢様の命令は絶対王様ブサイクゲーム。どんどん相手入れづらくなって。あの、はい、今から1時間一人で番組やるでしょ、はい、何やるか決めてる。もう毎回ノープランですね。そうでしょ、はい、ノープランじゃかわいそうだから、はい、俺が指令を出すから1時間以内にそれをやってもらうという、はい、なるほどなるほど、はい、おいでおいでおいで。まずはゆうやからおいで。じゃあ、はい、ゆうや、あそこにじゃあ1時間やる番組のタイトルをまず言わないと。ゆうやのなんとかなんとかにまず言って、はい、そ, こにそこではこういうことが楽しい。いや、もう自分で思いつきでいいんだ。あ、思いつきでいいんですか、うん、松下ゆうやの裏事情パート2。おー、はい、裏事情パート2で見れるものはこちらでございます、はい、あっちに見せるんだよ。あった、これで、うん、はい、開いちゃっていいですか。いいよ、見えるようにカメラに。はい、ゆうやにやってもらう指令はこちら、はい、一番尖ってた頃の自分についてトークする。厳しいね。裏事情ですね。裏事情、まさに裏事情だね。そうですね、そうですね、そんな尖ってた時期もないと思います、ね、いや、でもそこはもう作りでもいいです。作りでいいです。一番尖ってたなって見てる人に感じさせればいいです。一番尖ってた頃の自分と2番目に丸かった頃の自分、